すごい懐かしい写真がっていう、初恋のジャケット写真撮ってる時ぐらいの写真が出てきました。あ、失礼しました。懐かしい。あ、ごめん、全然ダメじゃん、見えないね。ちょっと2期の写真を振り返るコーナーみたいな、ちょっと OK。 シャクレを探してるんだ。消しちゃったかな。面白いから撮っておいてほしかったな自分。誰かに送ったの覚えてんだよね。いや、これじゃないな。でも変な写真出てきた。やだ。おお、土砂降りのテラス席の時だ。若い。りっこちゃんめっちゃいるな。これよりちょっと前？ジャケット撮ったのはいつだ？ああ楽しそうだね。すごい。あれ？なんか写真は見つからないんだけど、シャクレはどこ行っちゃったの。あ、すごい面白い写真出てきた。ごめん、懐かしい写真ちょっと見て。最後の晩餐っていうあのイメージで撮ったあの7人で、これどこだ、福島かな、でめちゃめちゃ食べてる写真です。こうなんか最後の晩餐みたいな、なんかこれで T シャツ作ったら面白いよねみたいな写真で、放火事やばいなみたいな、チームしょうもないわ、もうやばいですね完全に。ちょっと面白いの見つけた。しゃくれはママに送ったかな。あったこれ。あ、リッコかわいい、リッコかわいいねって。あー、リンリンすごいかわいい、めっちゃかわいい。ほんで、あ、まーちゃんもすごいかわいいね、やばいねすごいね。そして、あー、ちなつもさすがだね。いやー、すごいやっぱ綺麗よね。うん、で、家事よ、シャクレねんの気になるわーと思って。そう、すごいしゃくれてんのよ。なんかこれが気になってママに送った思い出。いそう、
これが全体写真なんだけど、マジ動画もめっちゃしゃくれてるんよね、やっぱり。なんでこんなしゃくれちゃったんだろうっていう。みんながさ、なんかすごい可愛いのよ。でも今の3人とかさ、もうす可愛い可愛い重たい。わかんないよね、ほんと。私この中でよく頑張ってたと思うよ。なんかすごいよ、すごいね。あー、そうですね、うん。これわざとっていう、もう概念まるでなかったですね、うん。ふざけたことないぐらいの自分のこの時はまだ、そうそう、いや、ちょけてると思うじゃん、これ全力ないのが一番面白いね。この時まあ18歳か、18歳、しっかり別バージョンのジャケシャがあった。あ、ジャケシャじゃない、これアーシャか。別バージョンのアーシャが見つけた、懐かしい。こういうのもありました。もうなんかボケボケで見えないね、あんまり。あ、こういうなんか全員棒立ちっていうのもあったんですよ、懐かしい。これになるかもしれなかったの、ジャケットじゃない、アーシャが。そうそう、こんなのもあったな。で、結局、あ、これはあのこの親みんながこうやって小指を立ててるっていうのもありましたね、懐かしいですっていうしゃくれ話。どうですか、リップください、リップ。今8人になったんだもんな、よかった。でも立ち位置変わってなくて面白い。ここ乾燥してんの、唇がめちゃめちゃ乾燥してる、面白い。衣装可愛いだって、これはアンジュルムさんのお下がりだったかな、アンジュルムさんのお下がりで、私が和田さんのスカートを履いてたのかな。あれ、私誰のスカート履いたんだっけ、竹内さんか、あれ、誰のスカートだったかな、ちょっと待って、思い出せない。まーちゃんが和田さんのスカート履いたのかな、私竹内さんだったかな、忘れちゃいました、ショック。面白い写真は意外とあったりするんでね。衣装に名前書いちゃった。うん。書いちゃった書いちゃった。じゃあちょっと待って、アプガニキの衣装をおさらいしていこう。まずファースト衣装は、私は矢島さんのスカートを履いていた、これですね、間違えました、こうだ、懐かしい。でこの時ですね、このスカートは矢島さんのスカートを私は履いてました、ビュートさんですね。そしてどれがお下がりか、お下がりいっぱいある、あ、すみません、ちょっと新井さんの写真しかないってごめんなさい。こちらですね、これ私のお下がり衣装なんです。これ夏焼さんの衣装をお借りしていました、お借りというかお下がりをいただいて勝手に着ていました、はい。そうですね、あとは名前
前書いてないのもあったんでしょ。名前書いてなかったのはこれか。あ、鈴木愛理さんとの写真だった。このエンジェル演じて20年のこのもうお下がりなんですけど、これはね名前書いてなかった。そうそうそう、これお花とかつけてもらったんだけど、新井さんの方が身長低いの。はい、私162センチあるんで、結構でかいんですよね、私私意外と大きくて、えへへのへへへですかね。で、あとこの衣装をほうちゃんとちいこちゃんと私一緒に袖がないっていうのが面白かったです、自分的に。私も袖なかったっていう。ほうちゃんとちいこちゃんはやっぱフレッシュ感をさ出すためにね、このノースリーブだったんだけど、私もノースリーブっていう、これは面白かったです。およってなりました。めっちゃいい写真ですね、今思うと。ウェディング写真楽しかったな。これもタイワンでみんなでマッサージ受けてるっていうのもありますよ。あとはこれ面白いぞ。初めて姉ちゃんと二人でご飯食べに行った時のジンジャーエールと私これは懐かしい、うん、3期のオーディションの司会、懐かしい。その時になんかめっちゃ写真撮ってた、一人だったからすごい頑張って写真撮ってます。MC 任された時だ、懐かしい。ゆりちゃんいる、みんな可愛い。ゆりちゃん、あみちゃん、にいな、懐かしい写真ができてます。てれん、あみちゃん、にいな、ゆりちゃん、素敵。そして私がめちゃめちゃ緊張してる写真です。キャッチフレーズを自分でつけてますね。あやたんですけど、あなたは何たん？あやたんだって懐かしいですね。そして初めてテレビで、初めてですか？あ、でも初めてソロでテレビに出たのありますよ。定番タイムズ、めっちゃ楽しかったな。ロケね、来ましたね、初ロケ。さっき初ロケ写真見つけたの、どっか行ってた。そうそうそう、初ロケ写真、初ロケ、
ッケー、ああいなくなっちゃった、どこ行ったっけ、さっきさっき言った、つな、あったあった、初めてロケソロ仕事やったーってこう言ってた時、あ、みずみず監督ありがとうございます。そうなんです、2022年2月22日ということでやった、そうなんですよ、こんな感じで、これが初ロケで、あと定番タイムズでした、天川さんのですね。あとはその後にさっき出てきたのが新食感の写真が出てきて懐かしいと思って、今そうそうみんなに見せたかったの、新食感だと思って、あったあった、新食感懐かしい、めっちゃ楽しかったな、これめっちゃ美味しいご飯食べれたんよ、うん、山さんさん、山さんさんに、そうですね、そして死亡日が始まってる、あーあと福岡一人ロケした、そう福岡一人ロケ、これはノー編集ノーバラティ、そうそう懐かしい、一人でノーカットのロケ、一人ロケ、そう超楽しかったよ、頑張ってやってる、死んだ、あ明太子、明太子初めて明太子を食べる、あや明太子、シンシンめっちゃ美味しかった、シンシン美味しかった、光 TV の番組、そうそうそう光 TV の番組に2回出させてもらって、そっから最終回に私がソロで行ったんですよなんか行けるよみたいな、頑張れみたいなって言われて、すごい嬉しかったの覚えてる、うん、これはすごかったな、明太中すごいよ、ほらこれ一人で一人ロケ、その後チーバくんと写真を撮って、これでモーメントに乗る、千葉の日、千葉県の県民の日のモーメントに乗るっていうざわついたあの近所がマジで、うん、めっちゃこれでフォロワー増えて、今までで一番急激にフォロワーが増えた日、懐かしい、他にはあその後ですね、初めて火曜ザナイトに出演させてもらったことがありました、あー来た、そして事故物件、事故物件ですね、ニコ生放送、ニコニコ生放送の事故物件に泊まろうというコーナーで私が泣きこずれるという感じ、あそしてその後すごい、なんかこの辺めっちゃ溜まっ、ここら辺すごいね、私なんかギュッてなってるよ、はい、横浜アリーナでのステージがありました、あこれは楽しかったな、あそして古川さんと一緒に撮ってる、これまーちゃんと私と新井さんと古川さんの4人でゲームの取材に、これも楽しかった、めっちゃ楽しかった覚えてる、あとあ親友とご飯食べに行ってますねこの時は普通に写真が出てきた、そしてまたまた火曜ザナイトに呼んでもらえて喜んでいる、この時本当にでもパッタパタだったかもね、ガチの方で、うん、あそして
八幡のボランティアに行かせてもらったり、成人式の前撮り行ってる。成人式の前撮りに行ってます。家事車の配信が多かった。あ、懐かしい。そうそうそう、家事車でママに迎えに来てもらうことがすごく多くって、そこで配信してたね。配信する時間がなくて、ママに配信を付き合ってもらってた。あ、その後プレミアの巣窟に出させてもらって、うわー楽しかったな。これもプレミアの巣窟でワインのテイスティング、ワインのお勉強させてもらって、その後新井さんとゲーム配信してる。そしておだっちと初絡みっていうそして、ジャケット、ファーストのジャケットですね、アルバムのジャケット撮ってます。でほんまでっか TV が来た。ほんまでっか TV すごいな。ここでほんまでっか TV に出演させてもらっています。あら素晴らしい、ありがとうございます。嬉しいですね。泣いちゃう思い出したら。そしてグッズの打ち合わせしてます。109とカジーのコラボのお店を出させていただけるっていうショールームイベントを勝たせていただいて、初めてソログッズを自分で考えておりますね。この時まだ試作だね。試作です。こうシールとかいろいろ試作の段階でしたね。あー楽しかったな。そしてニーナのミスインターナショナルでの私が楽屋潜入をしました。わお。そして109完成、カジのモニターがでっかく映ってましたね。これは嬉しかったな。109に行ったな。そしてケイチとのツーショット、ありがとうございます。ジョニシケイさんとのツーショットいただきました。ありがとうございます。すいませんね、私それで舞台見に行きまして、はい、こんな感じで、カジ109でカジのお店開かせてもらった案件でした。でもこの時私一番太っててパンパンで面白いですね。はい、こんな感じで帽子も出させてもらいました。葵ちゃんのロマン、ありがとうございます。そして、あ、カジ島きっかけに2人が来てくれてるわ。あ、キューバーズさんとのツーマンライブもありました。キューバーズさんとのツーマンライブをここで急に。そしてジョニシケさんの、とても素敵な写真、失礼しました。あ、そして、あ、桃色歌合戦ですね。桃色歌合戦のためにリコーダーを作りました。わー楽しかったな。はい、桃色歌合戦初めて出させていただいたものになります。そして初めて私はカラオケ観覧車のいとこと持ってますね。そして迎える成人式ということで、ガチガチで成人式迎えております。成人式やったって言ってます。タラタタラタ、楽しかったな成人式。その後姉ちゃんと2人でディズニーランドに行ってますそうだ、私の時期が最後だったんだよね、ちゃんとできたの成人式。そうキリキリでした。そう、あ、で私が大好きなあの担々麺を江沢に行ったよっていう話。 あとパパたちと一緒に初詣に成田さん行ってる。あ、ジョニシケイさんのキューティーハニーを仕事合間でキッキリまで行かせてもらって、猛ダッシュで仕事場に向かった思い出です。あ、そしてイグジットさんの展示会に行かせてもらったっていう
で、アミちゃんを連れて行きました。そしてギターに挑戦し始めてますね、私。はい、ここでなんと黒いギター登場で、あ、一人でカジスティック、家でカジスティックライブをやり始める時代ですね、これ。 YouTube に載ってるやつだ。あ、そして26時間配信が始まりました。わー、ここからコロナ禍か、大変だったな、マジで。本当にこれは、ここからはすごかったな。うん、どんどん私の髪の毛が伸びていってますね。最大でここまで伸びてますね。もうショートカットではない誰やっていうくらい髪の毛が伸び伸びになっております。あばー。そしてついに MV 撮影解禁。あ、近いね、ゆずいこう。はい、これでなんと制服っていうね、一発目がめっちゃ痩せてるあの自粛期間で、あの不安と動かないすぎてご飯も食べなくて、どんどん痩せてってたよっていう、カリカリになっていくカジシマ。そしてカジスティック T シャツ完成っていうね、お家でカジスティックライブを開催してた時代です。そしたら、はい、ちゃんと髪の毛切りました。てってれー、髪の毛また切ってショートカットで再開ですね。ここで、ライブが始まるんですけど、ソロタイムをいただいて、急に光る涙を歌い始めるっていう。光る涙はサプライズで曲作りました、ソロ曲作りましたみたいな感じで、エレキギター持って歌い始めて、みんなをびっくりさせよう選手権だったっていう。で、その後誕生日を迎えます。はい、こちらですね。この時はソロライブやりますっていう発表があった時ですね。はい、あと家族でボーリングに行ってますね姉ちゃんが騒いでた日だ。あ、でばあちゃんのお墓参り行ったりとかしてんのね。あ、でカジスティックライブ無事開催、よかった、これできてるわ。あー、来た、すごい。タワレコの外でアプガニキのポスターっていうの、こんな夢のような一面を飾っていただきました。うん、泣いちゃう。してめっちゃ可愛い上理師圭さんが入りました。そうね、そこからお、これはあれだ、極楽とんぼさんの番組出させていただいた時のやつ。パンサー向井さんに楽屋挨拶しに行ったけど、私なぜかその写真しか残ってないっていうあれ、他になんかなかったっけ写真。賞金1位取ったんや。そうだ、嬉しかったな。そしてギターを買いましたね、ここで。ついにギターを購入。あ、買いました。そしてアヤカーニバルに初めて出演しました。これはもう楽しかったな。そして、あ、初めてメイン FM に行って嬉しかったっていう。初めてじゃないか、2回目だけど、このメイン FM の前で撮りたかったんよっていう。すごいいっぱい出てくんな。もうそろちょっと思わず笑ってしまった。
あ、あれじゃん、331の撮影してる。331、これは短編映画ですね。アップガの YouTube で見れますよ皆さん。してあ、シュートしてる、バスケ念願のシュート決まって嬉しかったな。あ、ヤンタンの写真がある。ヤンタンで緊張してる感じ。ありました。あ、そして常識さんのカレンダーを買って喜んでる会社もいましたね。もう徐々に最近に近づいてきてますね。うん、あー、ドッキリ引っかかってんだもうここでは。もうはい、ドッキリグランプリで嬉しい、やったっていうスクショが残ってます。ドッキリグランプリのカジシマっていう名前をスクショしてて面白いです私。いや、姉ちゃんとプレチゲ食べに行ってる。ここら辺から姉ちゃんと一緒に過ごす、あ、姉ちゃんと二人ぐらいしようかみたいな話が出始めたぐらいの時だったかな。あ、そしてででん、これはなぎすけ、なぎすけに出させていただいた時じゃないか。あ、そしてあるあるとさカンパニー、正直一番あの面白かったって反響が大きかったかもしれないっていう話題の土佐カンパニー、千葉くんとカージ、あ、あとアンジービーの店舗に行って写真撮ってる。わー、楽しいことがいっぱいあって、あ、カジスティックライブの第2弾が決まった時の写真じゃないか、嬉しいな。あ、エフェクターめっちゃ勉強してる時ですね。一生懸命写真撮ってるわ。あ、ドッキリ引っかかる直前こんなニコニコして、まさかドッキリグランプリやとは思ってなかった時ですね。この時の写真はもうすぐクマに追っかけられてこうなります。はい、これは困った、こうなる直前ですね。あ、そしてカジスティックライブのロゴが決まった時だ。これ嬉しかったな、スプラットーンみたいな感じで嬉しかったです。お、ギター練習してる時の写真がある。一人練習の時ですね、この時。音多分クリーンのサウンドにしてるんで、めちゃめちゃ音がポコポコ言ってて面白いですね。これはなんかタッチミスっていうの、この練習の時はクリーンサウンドにして、タッチミスっていうのかな、指のなんか弦がなってない弦が分かりやすいように全部こう歪みとかなくして弾いて確認してる時ですこれはそうですね。あー、カジスティックライブの衣装がここに。そしてもう近づいちゃってる今の時代に。あー、すごい、これもな、ショールーム夏祭りの時の写真です。で、この日にだってドッキリ放送だったよね。嬉しかったな。うん、アリオシャン世界が出てきた。アリオシャン世界の時の写真が出てきました。そしてデレン聖火ランナーの時の写真も出てきました。高校もすごかったね、カジシマウィーク。あ、初めてソロの対バンライブに出させていただいたり、なんか本当にありがたいね、こうやってやってると。あ、すごい、一番にいってる20、あ、じゃあ12時間配信で視聴者1万人いって喜んでます。楽しかったな。
ですね。でツアー行ってね、透明派嬉しかったな、この時も。これゼップになるのか。そうだね、もう今なってきちゃったけど振り返れたかな、ちょっと。いやー、ありがとうございます。そして今週の日曜日には、クリームなんちゃらに出るということで、皆さんぜひご覧ください。ちょっと歌唱の歴史をバババババってちょっと振り返っちゃったんですけど、歴史でした。ありがとうみんな。なんか22時22分になんかやりたいよね。なんかツイートしようよ、みんなで。ピースの2期のピースの写真撮ろう。そっか、この日は二度とない日だからね。カジもなんかいっぱいツイートしたけどまだしてもいいかな。日記の日、なんかみんなのさ、カジのツイートとか嬉しかったです。ありがとう。めっちゃ面白いじゃん。早く22分なんないかな。22分、はい、22分、あと30秒だね。早く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 、みんな22分9 8 7 6 5 4 3 2 1、チャリハン、よし来た、うわーい、22 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 22
ささくれ恥ずかしい、やったね、息抜き聞いた、イエーイ、めっちゃいい写真これ、人気の日みんなツイートするんじゃない？うわー来た、これ誰？あーみーちゃんだ。来たね。今のこの1分が本当に私たちの1分だからね。わー嬉しい。ミキの日、あ、ありがとう、ツイートしてくれてるみんな、ミキの日、あ楽しそう、あすごい、ありがとうみんな、やっぱミキちゃんだな、だって嬉しい、来たミキの日、あおしめは火事です、だってハルツはいけるかな、うわ嬉しい、うち一番だったんじゃない、はあ、うちよりも早い人いた、イカスくん、はあ、もっと早い人いた、めっちゃみんな早いやん、うちにいるよ全然早かった、みんなあり
ありがとう。ということで終わっちゃった。22分もう2分、あれ2分も経ってた。はい、ということでありがとうみんな、うん、今日終わっちゃうけど最後まで楽しんでいきましょうね。ツイート書いてないと時間過ぎて分かる。いやそうなんよね結局ね。でもこの22分やる、いや、やっちゃったけどありがとう。じゃあね、明日はお昼頃に配信しようかなって思ってるので、よかったら、あ、そう寒いのよかったらご覧いただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。それではお手は拝借、せーの、以上です。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。じゃあでー。